こんにちは、花上純です。この動画で私を初めて見る方はきっとびっくりしてるんじゃないでしょうか。なんでこんなに顔が真っ赤になってるかと言いますと、私おとといダーマペン PRP という施術を受けてきました。前回の自己紹介動画の中で私ダーマペンにそんなに期待してないですみたいな話をしたんですけど、確かにただのダーマペンには私は今でもそんなに期待はしてないんですけれども、今回受けてきたものはダーマペンをダーマペンでも PRP 成長因子を用いて行うもので、クリニックによってはヴァンパイアフェイシャルというふうに名前がなってるところもあるかと思います。どういうものかというと、まず自分の血液を採血しまして、それを遠心分離器にかけて自分の血液の中から取れる良質な、PRP 成長因子を肌に塗布しながらダーマペンをして、針で穴を開けていくっていう感じなんですよ。でその開いた穴にその自分の血液から取った PRP を入れ込んでいくことで、通常のダーマペンよりも効果がさらに期待できるよっていうもので、私こっちの方は好きで定期的にやったりしてるんですけど、昨日ダウンタイム1日目の時にこの全く同じ内容で動画を撮影したんですけど、間違えて消しちゃって、ちょっと2日目のお肌の状態になるんですけど、ご了承ください。普段 TikTok とかインスタのリールの動画だと、メイクをしていたのと、あと美肌加工をめちゃくちゃ強めに設定して撮影してましたので、お肌がつるっと見えてたと思うんですけど、実際の私のお肌はこういう感じです。すごく全然綺麗じゃないし、皆さんからよくお肌綺麗で羨ましいですとか、DM とかコメントいただくたびにちょっと心が苦しくなっておりました。全然皆さんが悪いとかじゃないんですけど、私が加工を強めにしすぎたのが悪いんですけど、あ、本当はそうじゃないのになってちょっと心苦しくなっておりました。近づきますね。苦手な方はここで動画を止めてください。こういうクレーターとか毛穴が目立つ肌質をしています。これが私の最大のコンプレックスです。こういう風に全てをありのままさらけ出すっていうことは私にとってすごく勇気のいることでしたし、できれば見せたくない部分だし、知られたくないし、恥ずかしいし、その嫌われてしまうかもしれないっていう、一抹の不安もあるんですけど、こういう風に晒していくことを決めたのは、やっぱり同じようにこういう私みたいな悩みを抱える方って世の中たくさんいらっしゃると思いました。でそういう方の少しでも参考になればいいなと思いました。私がこういう風に身をもって、施術を体験して改善していく様子をお届けすることで、誰かに勇気を与えたりとか、あと、今こういう施術があるんだなって、これぐらい改善できるんだなっていうところを見てもらって、少しでも希望になればいいなと思いました。中にはこういうのが苦手な方もいらっしゃるかもしれませんが、温かく見守っていただければ嬉しいです。で今後はですね、ちょっと1日目の動画は消しちゃったんですけど、2日目から、1週間ぐらい、毎日レポートする動画を撮影して、それをまとめたものを、後日 YouTube にもアップしようと思ってますし、あと施術の様子もクリニックさんにご協力いただいて撮影させていただきましたので、実際施術している様子も、血が映ったりとかするので、どこまで YouTube で流せるかわからないんですが、ちゃんとそれも YouTube の方で、お届けしていきますので、そちらも楽しみにしててください。皆さん大なり小なりコンプレックスはあると思いますが、私にもすごくコンプレックスがあります。皆さんと同じ人間なので、コンプレックスはあります。こういう風にコンプレックスを晒していくことってすごく勇気がいることだと思うんですけど、私の場合だったら、クレーターとか毛穴とかに悩んでいるので、月面とか言われたりすることもありますが、ということは私はセーラームーンなのではみたいな、月のプリンセスなのではということで、ポジティブに捉えて生きていくことにします。でこうやってポジティブに自分のコンプレックスを受け入れて、皆さんにお届けしていくっていうこの姿勢を見ていただいて、皆さんもそういうマインドになっていただけたら嬉しいなと思ったりもします。ではでは、本日は見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。